本庁武者京竜王丸ボストン美術館像、大番安政3年10月、歌川薫弁慶王2年6月22日とは、江戸時代末期の浮世絵師。歌川国吉の門人、月岡義俊や落合義幾など並みいる国吉、門弟たちの中に隠れ、名前はほとんど知られていないが、国吉の武者への才能を、最もよく受け継いだ絵師である。 本庁無社協2位のニボストン美術館タクラをオーバン。安政3年10月生は、高子、名は満吉。歌川を称す。数え祭、後に一英祭とゴース。歌川薫縁という歌川生を冠した楽観は、今のところ見当たらないため、一英カオル薫縁と呼ぶべきだという意見もある。日本橋本町2丁目の籠屋、や、十の字の子として生まれた。高校聖三郎の弟。 15歳で、国吉に、入門。17歳の時、上友ゆ,ゆかののれんに旧、門竜と、露地神の折衷奮闘の図を描き、その力強い筆法と彩色の縁霊さが評判となり、それを見た国吉は彼に、薫ル縁の号を与えたという。伝報年間末頃にデビューしたとされ、現在確認されている。最初作は水書き、笑顔作、花もみじきんだ手傘の差し絵であった。 見世物絵も描いているが、若くして、無遮で才能を発揮し人気を博す。同門の歌川国旗とは、良きライバルで、入れ墨の下絵において競い合い、薫縁なら、地雷や、国旗なら、狐中心と並び表された。ところが30歳を過ぎた頃から賭博を好み色町に入り浸ったため、一時期、弟子仲間から不評を買い、国吉から破門され、 二三年の間浮世絵制作からも遠ざかってしまう。しかし親友で博打仲間だった歌川カオルツルの老子がきっかけになったのか、安政三年頃から再び画業に戻り、師匠の国吉に負けぬほどの迫力ある武者絵を次々と世に送り出した。万円元年以降は役者絵や時事風俗画、風景画、万国人物絵などの横浜絵といった武者絵以外のジャンルも手掛けた。 しかしこれらは、無社員に比べると仮作で、カオル縁の個性を感じる作品も少ない。文久三年には、将軍、家持の上落を、源頼朝の上落になぞらえた、合作、五条落東海道にも参加、全162点のうち16点を担当している。一方、のれんや看板絵などの大きな作品も、得意とし、特に、 江戸浅草奥山の松本亀八の生き人形の看板絵はよく知られている。生き人形の錦絵も多い。亡くなるまで絵筆を取り続けたが、45歳で死去。墓所は東京都台東区谷中の妙苑寺。法名は一栄祭薫縁古寺。過去帳のみ残り墓は不明。現在確認されている版画作品は452点。肉筆が下絵。 半死絵が9点、半本4点。浮世絵画集や展覧会図録などで、カオルエンの作品が紹介されることは、ほとんどなく、まだ多くの未確認作品があるとみられる。門人に2代目、歌川薫園、歌川和豊、歌川園長、歌川園生がいる。ありがとうございます。